ひろゆきクリトシクハック。アニメ最終回目前、ボッチザロックの中でカリスマ性を誇り注目されているバンドといえばシクハック。アニメ10話でシクハックの演奏が解禁され、ひろゆきクリの魅力に気がついた人も多いと思います。前回の動画でも元ネタ情報を解説しておりますが、こちらはさらに深く掘り下げていきたいと思います。ということで、今回はひろゆきクリとそのバンドシクハックについて完全解説をしたいと思っています。なお、コミック5巻までのネタバレを含みますので、ご注意ください。まだ見ていない方は必ずここで動画を閉じるようお願いします。それでは始めていきましょう。一日で諦めるのはもったいないよ。シクハックのリーダーでありベース兼ボーカルを務めるひろゆきクリ。初登場シーンではいきなり酔っ払って倒れ込むシーンから始まり、いきなり酔い止め、しじみの味噌汁を要望し、また酒を飲む。そしてそれが幸せスパイラルだとキラリは説明する。変人と出会ってしまったと思い込んでいた一人であったが、実はカリスマロックバンドシクハックのリーダー。その後一人と路上ライブを行うこととなるのだが、敵を見誤るなよ。敵は地に潜んでいる。そんなひろゆきクリのプロフィールは、年齢は推定28歳前後、詳しい年齢は明かされていないが、コミックで二次知性化の後輩ということは分かっているが、あくまで年齢は憶測。スカジャンをいつも着用しており、下駄を履いたスタイル。コミック版の初めの演奏時は右手の甲にタトゥーが入っているが、コミック5巻の表紙ではタトゥーは消えている。当然アニメ版にもタトゥーはない。愛用ベースはヤマハ TRB1004J。 愛用ピックはバチを使用するスタイル。自分のベースをスーパー四天堂 EX と名付け愛用している。楽器の解説については別動画で紹介してますので、そちらをご覧ください。そして住まいは築52年の風呂なしアパート。事故物件に住んでおり、声がするので隣に女性が住んでいると思っていたが、ひくりの部屋は角部屋だった。性格はというと奔放な性格で明るいが、現実逃避で叫びたり、ライブでも酔っている状態で機材を破壊するため弁償台でいつも緊急。性格の一方で音楽に対する情熱や作曲の見抜く目は鋭く、一人の才能にいち早く気がついたのもキクリ。音楽に貪欲な場面はたびたびわかるシーンがあり、普段は酔っ払っているが、私の目が節穴って痛いの。こちらのシーンのように厳しい一面を見せることも。10話でセイカに酒をやめろと言われるシーンがある。それがこちら。っていうか禁酒しろよ。ライブ活動する前は全然飲んでなかったろ。体壊すぞ。ああ、まあそんなことはどうでもいいじゃん。この伏線がキクリのライブ終了後に明かされることになる。実は高校までネクラだった。お酒を飲み始めたのもライブの緊張を和らげるためと初めて明かしている。そして自分の人生が普通なことに絶望し、ロックを始めた。楽天的な性格に見えるが、非常に繊細な性格だということを表している。そしてこの名前のひろゆきクリ、こちらも88のマーガレットひろいさんが元ネタで、マーガレットは和名でモンシュンリク、その菊を取ってキクリ。さらに雑誌掲載時の名前は広瀬、コミック時にはひろいと変更されている。私だけ幽霊。今回初めて歌声が披露され、声優は千本木さやかさん。第11回声優アワード新人女優賞を受賞している声優で、最近であれば鬼滅の刃無限列車編の三つ編み少女の声を担当。また三つ編み。実は制作者の浜地先生、ひくりのキャラデザインはいや北ちゃんより先にできてたキャラみたいなんです。北ちゃんのキャラデザインが思いつかなかった作者は、初めに作ったキクリのキャラデザインをパクることにした。そのキクリの初期案がこちら。さらにボッチと同じ学校の先輩役だったが、全員学生だと面白くないとアドバイスをもらい変更した。もうリハーサル終わっちゃいましたよ。シクハックでギターを担当し、イギリス出身の清水依頼さん。初登場シーンはライブ前のリハーサルを終え、キクリに詰め寄るシーンから始まる。そこで結束バンドと対面し、
自己紹介を始めるのが最初となる。そんな清水八重さのプロフィールは、年齢は21歳、誕生日は1月1日、出身はイギリス。18歳までイギリスで暮らしていた。片言の日本語で話し、日本のアニメや漫画が大好き。コミックマーケットに参加するため3年前に来日し、音楽活動を始めた。愛用ギターは不次元ストラトタイプ JOSCLG。イライザは同人作家としても活動をしており、ロックバンドよりアニソンのコピーバンドをやりたがっている。ちなみにオタクでキララミン日本を好きになったのは、金色モザイクを読んだのがきっかけ。そしてこの名前の清水八重さん、こちらも88のギター清水さんが元ネタとなっています。気に入っていただいたらチャンネル登録お願いします。あざす。またね。